赤い体絡ませ合って熱く汗ば真夏の方をかじる老いた何度でもいいのよそのこと修正本日はようこそおいでくださいました、シャンブルドラ、シャンブルドラシャンソン何回言っても言えません第何回になりましたっけ、5回目になりました。妹のインタビュー会を挟んでの5回目ですね。そうですね、はい、記念すべき5回目のゲストは渡辺歌子さんです。ありがとうございます。このライブは歌だけではなく、先輩方に歌やステージの魅力をお伺いしていく、そしてここでしか聞けないような特別なお話も伺っていくトーカーのライブになります。1ステージ目は少し歌の方を歌わせていただきまして、2ステージ目はトークの回になりますので、渡辺歌子さんのお話をたくさんたくさん伺いたいと思います。おいでくださいました。なんか人数がだんだん増えてきて、ちょっとどうしていいかわからないようなあの日々を送らなければなりませんけれども、本当にあのそんな中足をお運びいただいてありがたく思います。気をつけながら、ステージを進めていきたいと思います。最初は、ジャパニーズでした。ゲッツボールのナンバーでした。昨日先ほどからお嬢さんたちがお話をしていましたけど、幸い超ホールでコンサートがございました。昔の仲間一つ の楽屋でこう話をしていて、もう楽屋であんなことがあった、こんなことがあったと、大笑いをして、過ごしたのと、それから、あの方が、もうちょっとお病気になられてとか、あの方が、ちょっとわかんなくなってとか、でなんかもうそのお話をみんなこう足元、自分の足元に来てるような、感じだったんですけれども、それでもああやってな仲間が頑張ってるのをこう見ると、あ、私も少し頑張らなきゃというような思いをいたしました。今日は、リクエストをいただいておりました。どなたのリクエストかはわからないのですが、まずは平野の国を歌います。ピロード堀の雨降る朝は赤い髪の毛あの子も濡れる、丘の向こうにさざめきの海、濡れた西風たなびく穂先でさまよう旅は私も悲しいばかり、広い平野、そこはあなたの国、若い体絡ませ合って熱く汗ば真夏の方をかじる老いた農夫が掲げてみせる香りゆかしたまばなぶどう、黄金に染まる一過ぎ道は
夕日を追ってどこまでも行く、そこはあなたの国、夜は拾うの静かに包み、眠りの森は影のように、明かりが漏れる小窓の外に、その年の冬初めての雪、春を夢見て語らうちに、やがて5月の緑したあたり、そこはあなたの国。手紙も途絶え、顔さえ薄れ、憧れだけが切なく募る、残る雨色を行く、とつくにからの贈り物、海を隔てて遥か離れたまだ見ぬ国を思い焦がれる、そこはあなたの国。アメイロイコンというのは、イコンを残すとかそういうことではなくて、キリストの絵が描いてある、木に描いてある、ですけれども、私はちょっと外国に行った時に骨董屋さんで、1枚の小さな、それこそ今手元に残る飴色イコン、古いイコンを買ってきました。で、日本に持って帰ってきて気がついたんですよね。それに向かっていろんな方が思いを祈っていたと思って、なんか申し訳ない気になって、なんかすぐ飾る気持ちにはなれなかったんですけど、なんかどうしていいか分からなくて、しばらく仏壇に置いておきました。よかったですが、ちょっとそうしておきましたが、まあ、みんな神様は仲良しだというふうに勝手に思って、そういたしました。でもなんか今でもちょっといいのか悪いのかちょっとね、いつかちょっとそういうことが分かる人になんか聞いてみようかと思いますが、私が離婚したり、こうあんまりこうなんかこう華々しいこう人生がないのはそのせいかもしれないちょっと、はい、聞いてみます。あなたを離れて、あなたを忘れて、あなたを捨てて、苦しみから逃れて、恋はひとときか、それより少し長く燃えて、やがて消えてゆくのよ、いつか終わらせなければ怖い。でも私は私の手で決める、二人の恋の終わりを。あなたは気がつかない、あ
なたには聞こえないこの別れの歌が一つの命の中に二つの命は住めない。私はあなたになれない、あなたは私になれない。あなたの瞳に愛の日が見えなくなってから、それでも私は歩いた、あなたと一緒に。それももう終わり、このまま死ぬは嫌、私は選ぶ、私の道を歩く、あなたの刻んだ愛の証しを全て。あなたが代わりに歌ってくれみたいなことを結局歌ってくださったんですけど、それでそのラインで今度は、エヴァ・デマンチックという人を、まあ、呼ぶことになって、それについてもポーランドに行ってなんか